実は、もう一つ大きな問題があって、北海道しか勝たん。こんにちは。5月の10日から北海道に移住したキートです。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。というわけで、今日っていうかね、動画撮ってるのは5日なんですけども、ついに北海道に移住してから1ヶ月が経ったということで、どんな感じの1ヶ月だったかっていうのと、北海道に来てから思ったこととか、気づいたこととかお話しできればいいなと思います。なんか6月1日から変なチャレンジを始めてしまいまして、その名も毎日野鳥撮影チャレンジっていうのを始めたんですけど、えぐいね。毎朝野鳥を撮影す、噛みすぎ。毎朝野鳥を撮影するために、22時に寝て朝5時ぐらいに起きて、ね、野鳥撮影に行くって、俺、いつからおじいちゃんになったんやろみたいな生活をしておりますが、京都にいる皆さんはいかがお過ごしでしょうかということで、北海道に来てから気づいたことをまとめたので、10個あるので1個ずつ話していければいいかなと思います。1個目とね、2個目はちょっとまとめて喋るんですけど、寒くて広い。はい、知ってたね。いや、知ってたんですよ。北海道が寒いこと知ってますし、北海道広いこと知ってるんですけども、来てみて気づく、なんかでかさと寒さですね。寒いね。朝寒いし、全然まだ布団と毛布かぶって寝てますし、多分ね、道民の人からしたらもう暖かくなってきてると思うんですけど、僕はまだこれは寒いやろと思ってずっと長袖着て、昨日もヒートテック着て上着着て、上着って言ってもしかもなんか中にポリエステルの綿みたいな、ポリエステルと綿違うか。ポリエステルのなんか、モフモフ入ったやつ着て、それでもギリギリ寒いなと思いながら朝撮影するぐらいの気温感ですわ。で、でかいんですよね。いや、知っとるわってね。北海道でかいことはしてたんですけど、反対側まで6時間かかるかね、みたいな感じですね。根室の方とか行こうと思ったら、軽く6時間片道かかるらしくて、遠いね。行きたいなと思ったんですけど、2泊3日とかにしないと、お金もかかるし、もったいないなと思ったりして、悩んでいますが、とりあえず1個目と2個目は 寒くてでかいです。マジで。おかしい。なんか同じ日本やと思えへん。京都もうそろそろ28度って聞いて、ってなりました。続きましてですね、野生動物が多いってのがあります。知ってたけど、この間、道東行った時の鹿の量に驚きましたね。確かに野生動物多いってのは知ってたけど、こんな身近にいるんやっていうか、リスとか、もうすぐそこの公園に行けます。いるし、狐も市の大きな公園にすら住んでて、こういうなんか、例えば、京都って言うとっていう、めっちゃ地元なんですけども、西京極に狐とかいたらめっちゃびっくりするじゃないですか。その感覚で狐とかがいたりするわけなんですよね。これ、やっぱ北海道らしいところかなって思ったりしました。北海道来るときに、みんなからお前絶対クマには気をつけろって言われて、いやいやいや、またまた。いや、もうそら気をつけるべきやけど、そんなん、クマなんかそんなおらんやろし、北海道のなんか漠然としたイメージやろと思ってたんですが、北海道に来て、一番道民の人に言われることが、クマには気をつけろでした。恐ろしい話ですね。本当にクマに気をつけていきたいと思います。続きまして、道とかに関するお話なんですけども、4つ目は、関西では横断歩道の赤信号って気をつけて渡れ、そんなことないんだと思うんですけども、こっちは黄色い線、追い越し禁止の線ですね。車線変更かな。追い越しの線は、気をつけて車線変更せよですね。はい、これありますね。マジで、全然ガンガンゴリゴリに抜かしていきます。怖いですね。しかもね、頑張って走ってるんですよ。それをもう、余裕で抜かされるんですね。これは北海道の、特になんか市街地でそんなことされることはないんですけども、山の方とか走ってたら、全然抜かされます。警察がね、いないんでね、本当に多分。抜かしても捕まらないんでしょうけど、ちょっと怖いね。抜かされる側としては、怖いし、下手くそな入り方されて、事故にかけましたし、この間。許してないです。引き続き道のこと。道が広いですね。余裕があります。家の前とかもめちゃくちゃ道が広いし、余裕がありますね。京都とは違うかなって思います。一方で、市街地、札幌市内の方行くと、もちもち通行しにくいなと思ったりしますね。京都に近いものがあるんじゃないでしょうか。バスがたくさん走ってて、で、詰まってるみたいな、タクシーもいて、京都ほどではないんですけども、そんな走りやすい道ではないのかなと思ったりしています。それが5個目？今の5個目ですかね。前、道東に行った時に空白地帯があって、具体的に言うと、2時間でコンビニ1軒しかなかったんですよね。こういうところが本当に怖くて、ガソリンとか入れます。コンビニが最上位店舗みたいな感じで、そのガソリンスタンドとか当然なくて、これ、ガス欠だったら死ぬなーって思いました。ちゃんとね、
給油するの大事ですね。札幌市以外に行くときは給油していくことが大事かなって思いました。7個目はまあガソリン安いですかね。なんか岡本セルフってところがあるんですけど、そこがなんかバグみたいに安いですね。プリペイドカードあるんですけど、プリペイドカードを LINE PAY でチャージできるんですよね。で僕 LINE PAY 実際のカードと紐付けてるので、それ3%還元で、その、安いんで3%還元でめちゃくちゃでかいじゃないですか。店舗のやつがそこもいいし、なんか店舗のやつがそこもいいし、店舗のやつがそこもいいし、店舗のやつがリッター130円で寝られるんじゃねってことで、安い、全体的に安い上に、そのなんか安いチェーンがあるので、まあ、なんか、ガソリンの価格が崩壊してて、すごい、いいですね。でまあ、とりあえずガソリンが安い気がしました。やっぱこんだけね、車でずっと移動するような人間なので、このガソリン安いってのはすごいいいメリット。いいメリットって頭痛が痛いやな。メリットかなと思いました。これ8つ目ですね。そうですね。7つ目ですね。で、8つ目が日の出が早いんですね。なんでやろう。多分、まあ、地軸がね、傾いてる 23.4 だっけ。傾いてるっていうの。で、まあ最近特に夏至が近づいておりまして、6月22日かな。そんぐらいに夏至があるんですけども、マジで日が昇るのが早いんですね。いつやったかなんか1週間ぐらい前までずっと昼夜逆転してて、21時とか20時ぐらいに起きて、そこから作業するっていうね、日を送ってたんですけども、朝3時半ぐらいになると、外が明るくなってくるんですよね。4時とかになると余裕で明るいですね。まあでもほんまに日の出が早いです。逆に多分冬はね、日の、でも遅いし日の入りも早いということで、まあなんか日中時間めっちゃ短いと思うし寒いと思うんですけども、今はなんかおもろいんですね。9個目が物件にストーブが備え付けなんですよね。FF 式ストーブっていうなんか特殊なストーブがついてて、部屋に備え付けで壁に穴が開いてて、換気しなくていいんですよ。これがでかい。で、管が入ってて壁と繋がってて、もうそこで勝手に換気してくれるから、換気しなくていいらしいです。その代わりなんか動かせないから、部屋のレイアウトがかなりなんか限られてて、しんどいなって思ったりしますが、まあ現状、まあストーブの前に何を置いてもこの季節は大丈夫なので、まあ、冬来てから考えようかなと思っています。で、まあ部屋もう一個言うとまあエアコンがないですね。まあいらんやろと思ってるんですけど僕は。エアコン入居時につけるよって言われてて、いつつくかわかんないんですけども、一応つくのはつくらしいんですけども、なんかエアコンマジで夏場1、2回しか使わん気がするのに、清掃費1万6千円取られてて、もしかして管理会社かなりずさんなので、設置忘れてて、設置忘れたまま1年間過ごして、1万6千円の返還請求できひんかな。すぐお金をね、人から回収しようとするんですけども、まあそんな風なことを考えたりしています。どうか管理会社の方はね、僕からのなんか大事な家を直してほしいという連絡も忘れてたので、クーラーをつけるということもね、ぜひ忘れておいていただければなと思います。よろしくお願いします。この動画を見ないでください。まあ、最後ね、ここ、住みやすい。はい、これあります。マジでね、まあ、北海道っていうか、この、江別市と、まあ、札幌の近くに住んでるんですけども、まあ、住みやすいね、もう、なんか、理想郷、もうね、イデアですわ。あんま都会好きじゃなくて、ロードサイド店とか好きなんですけど、駐車場がある店が好きで、まあなんかどこの店行っても基本的に駐車場あるし、まあそんなの奈良とかもそうなんですけど、あ、ちょっと奈良の悪口を言ってしまった。なんか京都はマジでそのなんか店行こうと思っても駐車場ないし、好きじゃないんですね。まあ、それと比べて全然、まあなんか何でもあるし、ドラッグストアなり、まあ電気屋さんもあるし、コンビニもあれば、ラーメン屋さんもあるし、うん、ダイソーもあるし、レストランもまあサイズとかガストとかマックとかスタバとか、トライアルもあるし、もう何でもある、マジで素晴らしいっていうのがね、ここのメリットですね。京都はカスなので、住んでるところマジでカスやったから、まあ、住宅街で家の周りに店全然ないっていうね、好きじゃない場所だったので、まあ、それは本当に嬉しいですね。毎日ニコニコしながら車に乗ってね、買い物に行って、で、まあなんか家に Wi-Fi がないので、まあガストなり、マックなり、まあコメダなり、いろいろなレストランに行って作業をしています。本当にね、この家楽天モバイルが入らなくて、電波の改善要求したんですけども、電波改善したら全然使える可能性があるから、なんか Wi-Fi も下手に契約開始できなくて、トイレと窓際だけ繋がるので、窓際吹き出し窓みたいな、飛び出してるんですよ。そこに座って Wi-Fi をね、享受したりとか、トイレに行って、毎日のね、動画を上げたりしておりますが、まあ、楽天さんはね、早く電波を改善していただいて、まあなんかネットは、確かに、かつて使ってた iPhone に毎年応差して、それをインターネット共有するっていうなんか、新手に出てて、でもまあ毎年も全然スピード出ないんで、しんどいし、インターネットとまたなんか、電話は別で、電話かかってこないんですよね、今。大事な連絡とか、つながらへんかったらどうしてくれんねんみたいな感じなんですけど、ほら、電話出るために家から出ろってことですから、楽天さんって思ってるんですけどもね、一応ね、その、改善しに来てくれはったみたいで、改善する見込みですって書いてあったんですけど、2週間待てっていうのが電話できない状況で、バカやろな。って思ってますね。ネットがない YouTuber ということで、
やっておりますけども、不名誉だな。まあ、って感じですね。以上10点でした。まあ、引っ越してきて1ヶ月ぐらい経ったんですけども、最初の1週間ぐらいはマジでずっと鬱でしたね。なんでこっち来たんやとか、あっちに思い残したことがあったりとか、一人で寂しいし、1週間ぐらいはもう、この世の終わりみたいなメンタルになってましたが、そっから復活してへんな。まあなんかそっからも YouTube 結局、あんま伸びひんし、なんかインスタに載せて、100人ぐらい登録者が増えて、すごい、その時は楽しかったんですけど、そっから、なんかその増分を見た後に、この、1日に3、4人とかしか飲みない状況を見るとメンタルにきますね。しかもそのお金がない。お金がないのはね、僕がレンズ買ったからなんで、自己認識グッと。ないわけじゃないけど、まあなんかそう不安、何があるか分からへんからお金残しておきたいから、なんか毎晩ね、マックスバリュー行って、半額になったお弁当を買って食べて、で生活してたらなんかかなり自己肯定感下がってしまって良くなかったですね。最近は、まあぼちぼち生活もまあ慣れてきたんかな。悪くはない。悪くない。悪くない。わ、まあまあ、いい。まあまあ、層の部分も見えてきたと言いますか。ちょくちょく外食に行ったりして、美味しいご飯大事だなって思ったりするんですけども、ちょっと安定してきましたね。安定してきたっていうか、まあ、明るい気持ちにもなれるようになりましたよ。最近やと北大祭に行って、大学生のね、方々とちょっと会話できたのがすごい、個人的に良かったですね。本当に会話する機会がなくて、今の店員さんとの会話しかないので、いらっしゃいませ、あ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませで返さへんの、まあ、いらっしゃいませ、あ、これ一つください、はい、お疲れ様です、何になります、はい、みたいな、会話しかしてないんで、まあね、本当に、カメラに対する会話の方がね、多いんですけど、これ会話っていうんかな、カメラに対するの会話っていうわけで、まあ、そんな感じですわ。まあね、本当に露骨に、躁鬱であり、今、まあなんか、いや、今日の動画めっちゃ伸びそう、うわ、絶対いける、登録者めっちゃ伸びそうってね、なんか、テンション上がる時の、なんか3、4時間後には、あ、俺マジで生きてるかしない、なんかもう、マジで何もやる気もない、みたいな時も、あり、もうね、本当にね、メンタルのコントロールが大変ですね。電話してないんですけども、まあずっと打つよりかは、こうやってね、動画で明るく喋れてる時はそうなので、まあ、ええ感じかなと思います。でね、とりあえず6月毎日ちょっと上げるっていう謎のハードな目標を立ててしまったせいで、こっから1ヶ月かなり大変なんですけども、まあこれをね、乗り越えれば何か得られるんじゃないかということで、1ヶ月間頑張りたいと思いますので、皆様応援よろしくお願いします。あ、まだ終わりじゃないです。個人的になんかこの北海道に移住してきたっていうのが、まあ、逃げであり、甘えであるという、そのなんか謎のね、縛り、まあ、なんか、逃げであり、甘えであると思っている節があって、ここでその動画、毎日投稿すると宣言したのに、まあ、逃げてしまうのも、まあ、それはそれでね、本当に、もう、ただでさえ逃げてるのに、これ以上逃げるのは良くないんじゃないかっていう、まあ、気持ちになっているので、ちゃんと最後まで、やりきりたいと思います。あとね、まあ、普通に、僕のことを裏切った、例の YouTuber に対する、まあ、反撃みたいなね、ところあるので、まあ、ちゃんとね、数字も伸ばして、なんかまあ、別に、見てるわけじゃないけど、まあ、自分の中の、なんか悲しみとかを、鬱憤とかをね、晴らしてて、なんか微妙な滑舌やと、晴らしてやりたいなという気持ちでね、毎日頑張りたいなと思ってますのでね、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、こうやって自分にプレッシャーをかけてしまっているので、まあ、精神的にしんどくなったりしているんですが、まあ、どうしようもない子ですね。でね、実はもう一つ大きな問題があって、就活っていうんですけども、まあ、これで一番やばいですね。僕今3回生終わって、休学して、次、復学したら4回生になるんですけども、今、就活しないといけないんですよね。もし、1年で復学するとしたら、そろそろ夏インターンなんでね、その、例の YouTuber に裏切られて、まあ、この間で1年経ちましたけども、まあ、そろそろ、その、準備をしないといけないんですよ、夏インターンのね。でも、今、北海道せっかく来たのに、就活するのもったいない、じゃないですか。だから、まあ、1年、で、北海道帰るのやめるのかどうか、これ非常にね、大きな問題なんですね。そろそろその本当に真剣に向き合わないといけない問題で、どうしようかなと思っておりますが、皆様なんかいいアイデアはありますでしょうか。そう、今年就活しなければ、まあね、2回休学になると思うんですけども、まあなんか受けが悪いそうじゃないですか。2年休学してました。何してたんですか。いやー、ちょっと北海道で写真撮ってました。あー、マイナスってことで、まあ、ちょっと、どう。1年やったら、なんかまだね、その、ギリ耐えなと思うんですけど、なんか2年休学したらちょっと怪しいなと思っているので、まあ、どうしようかなと思ってますが、なんか、いいアイデアがあれば、教えてください。本当に、よろしくお願いします。困ってるんです。あと、数ヶ月で判断しないといけないという気持ちがあります。
まあ、1ヶ月経った初感はこんな感じですかね。というわけで、最後に1ヶ月経ったので、目標をね、宣言して、自分を追い込んで、精神的にしんどくなろうかと思うんですけど、なんでそんなことすんやろ。まあ、一応、8月までに登録者1万人いけたらいいなと思うんですけど、まあ、ちょっと、登録者200人ぐらいのね、YouTuber が何を言ってんやって思うんですけどね。まあ、とりあえず、この毎日ショートで、なんとか、まあ、登録者増やしたいなと思うんですけども、まあ、一向に伸びる気配がないですね。こういうタイプのコンテンツって伸びると思ってたんですけど、そんなことないんですかね。ちょっと恥ずかしいですね。こんななんか毎日真剣にやってるのに伸びひんの。何か足りないんでしょうか。教えてください。僕は35万で世界一周する旅ビードですとかね。僕はタワマンに住む慶応生とかね。あの辺伸びてるのを見ると、なんかこういうコンテンツって簡単に伸びるんかなと思って始めたんですけども、全然そんなことなくて。なんでだろうな。普通に実力不足もあると思うんですけども、アルゴリズムに乗っ取ってないのか。実はその、我々が見てないだけでめちゃくちゃそういうコンテンツってあって、伸びてるのを見てるだけで、実はこういうコンテンツって人に一気でしか伸びないのか。まあなんか、よくわかんないですけども、ずっと戦い続けることを決めてしまったので、頑張っていきたいですね。どうやったらチャンネル登録者数伸びるんかな。どうやったらショートって伸びるんかな。どうやったら、やっぱクマに襲われるのが一番なんかショート的に伸びそうですね。チャンネル登録、インスタのフォローよろしくお願いします。というわけで、次回、恐怖、クマに襲われかけました。で、お会いしましょう。それでは。